お前らどこだ？ちょんこ。ほら吹いてんじゃねえぞ。ちょんこの名前出せば俺らがビビるとでも思ってんのか。証拠でもあんのか。お前らがちょんだっつうよ。なんだこれ。外国人登録証。ちょっとは勉強しとけ。行こう。
景気だ。はい、人工衛星お帰り。誰か来てんの？孫美が家に男連れてきたんだよ。へえ、姉ちゃん彼氏なんかいたんだ。何気なこと言って、相手は日本人だよ。しかもいきなり結婚したいだなんて。結婚？はいよ、どうしよう。アボジは何だって？座ったっきり一言も口聞いてないよ。はいよ、何のために高い授業料を出して朝鮮の学校へ行かせたんだか。テソン、お前ちょっぱりの女家に連れてきたら絶対うち入れないよ。そんなの先の話じゃん。先の話じゃないよ、今から言っとかないと。お前ちょっぱりの女と結婚したいだなんて言い出したら親子連携からね、分かった？はいはい、分かってます。本当に分かってるんですか。親の心こしらずってよく言ったもんだよ。テソン、まあお前にはちゃんとした相手がいるからいいじゃない。は？ほら、ナミちゃん、小さい時から二人して一緒に結婚したいって言ってたじゃない。いつの話だよ。まあ照れちゃって。8回を終えて3失点、まだヤクルトスワローズに得点を与えていません。主に汗が再び落ちています。こうやって混ぜて食べるんだ。あ、うん、無理だったら残してていいからね、うん、それくらいも食べられないよ。じゃあとってもじゃないけど、白もこさんは務まらないわよ。あ、これ美味しいから入れてごらん。そのスープもうちの特製だから、もうちょっと入れてみようか。主に鈴木さんは辛いのダメだってあれほど言ったじゃないの。そうだったっけ？そうだったっけじゃないわよ。どうすんのよ、こんなにしてスープまで全部真っ赤じゃないの。こんな真っ赤なの誰が食べるのよ。ちょっと主に聞いてんの？聞いてない。はぁ？じゃあ辛いもの食べられる人を連れてくればよかったじゃない。ねてそん、ねアボジ、うん、なんでも大丈夫？お茶、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 お茶。あっついこら。あっつい。で、テソ、水ちょうだい。水。
俺の主にが。おもりが久しぶりに飯でも食いに来いって。お前結構やるじゃねえか。別にそんなんじゃないよ。子供の時から親同士で仲良かっただけ。マジで？それ初めて聞いたぞ。俺だって何年もあいつと口聞いてねえよ。お前なんでそういう大事なこと早く言わねえんだよ。それよりさ、なんで俺らが校長室に呼ばれんの？さあ、もしかして野球部潰されんのかな。まさか。早くやれよ。日本の高校生の野球を見てどう思う？甲子園なんかのテレビとか見てたら、僕もあんなところでプレーしてみたいなって思ってますけど。あなたの夢は？甲子園に出たいっす。昨日、高野連日本高等学校野球連盟は神奈川県にある朝鮮高校の軟式野球部に対し公式戦への参加を正式に認める決定をしました。これまで同じ高校生が同じスポーツをしていながら、どうして自分たちが全国大会に出場できないのだろうかと朝鮮高校の生徒たちは怒りを募らせていたんです。そこで今回、神奈川県にある朝鮮高校の軟式野球部が日本高野連に加盟申請をしたところ、高野連側はこれからの日本の国際化のためにそれでは参加を認めましょうと柔軟な態度を示しました。これまで朝鮮学校の生徒が日本の高校生の野球大会に参加するということは考えられなかったことですから、まさに画期的なことであると言えるでしょう。今回の高野連の決定は学校中で喜んでいます。今まで彼らには公式試合をする機会がなかっただけですから、きっとやってくれると思っています。それでは早速キャプテンに話を伺ってみましょう。だいぶ気合が入っているようですが。はい、やっと大きい目標ができたんで、みんな気合が入ってます。試合でも日本人を圧倒したいです。はい、目標に向けて頑張ってください。さて、調子はどうですか？もうすぐ練習試合ですけど。そうですね、せっかく出ても勝たなきゃ話にならないんで。あ、今から練習なんですけど、頑張ります。はい、練習頑張ってください。さて、初の高野連加盟で部員の皆さんも随分気合が入っているようですが、 OB の皆さんや学校の期待を一身に集めた今度の練習試合、なんと対戦相手は強豪の横湊高校ということで、胸を借りるつもりで頑張ってほしいですね。以上、大宮が朝鮮学校からお伝えしました。やばいな。やばい。やるしかないな。やるしかない。どうでもいいか。どうでもいい。どっちだよ、テソン。この前さ、日本対韓国のサッカーの試合見たんだけど、やっぱ国の代表ってかっこいいわ。こう胸に手を当てて国歌なんか歌ってんの。もちろん韓国の国歌なんて知らないけどね。それでさ、試合もやっぱ韓国応援しなきゃなって思うんだけれど、熱が入ってくるとどういうわけか日本を応援しちゃうのよ、不思議と。っていうか韓国の選手なんて誰一人知らないじゃん。日本の選手の方が愛着湧いちゃうんだろうな。あ、話変わるけどさ、この前韓国に旅行に行ったのよ、親戚大勢で。俺全然自分の国だなんて思えなかったな。ばあちゃんとかわーわー泣いてんだけどさ。ああ、
これで向こうのやつがまたムカつくんだ。俺のいとこ、日本の学校行ってっから言葉全然喋れないわけよ。そしたらお前なんか韓国人じゃない、日本人だなんて言われちゃって、しまいには言葉のわかる俺にまでパンチョッパリ呼ばれしやがって、ほんと頭にきたよ。日本では朝鮮人って言われて、あっち行けば日本人呼ばわりされて、俺たちって一体何なんだろうな。それが野球部に入りたい理由か。やっぱそれじゃダメかな。ダメだよ、あいつ全然使い物になんねえよ。違う、違うよ。そう、本当に。じゃあ俺と一緒じゃん。ショックだよな、ユンナミが日本人の男と付き合ってるなんてよ。お前知ってたんじゃねえの。なんで俺が知ってんだよ。でもあの落書きはひでえよな。ああ、そんな女だとは思わなかったよ。どこがいいんだろうな、ちょっぱりなんかのよ。帰るわ。
バッター全く手が出ない。ああピッチャー追い込んだ。9回裏ツーアウト満塁、1打出れば逆転という場面。今キャッチャーのサインに大きくうなずいた。運命の一球。ピッチャーセットポジションから投げた。テレビ見たぞ。今度の日曜練習試合だって。頑張れよ。このサービスだから。ソンベ、任せてください。やるからには気合で勝ちますよ。な、みんな。楽しみだね。あ、いらっしゃいませ。調子いいこと言うな、バカ。あれ、木村くんじゃない。そ、斉藤さん、どうしたんですか、こんなところで。木村くんこそ。木村くんの学校この近くなの？ええ。あ、同じバイトの木村くん、クラスメートの柴田さん、学校のお友達。ええ、同級生です。こいつが稲垣で、こいつが草薙です。よろしく。じゃあ木村君、また。やだよ俺、草薙なんて。テソン、ゴロと書いてよ。木村君、なんだよそれ。どうせバイトだし、朝鮮人って言うと雇ってくれないところもあるしな。それに入った後も通名の方が楽じゃん。どうでもいいじゃん。どうせ俺たちはどっちつかずな人種なんだからさ、スパッと行こうよ、スパッと。あれ喧嘩ダメだな。まあ飲ませ飲ませ、俺も飲んじゃうよ。キムチちょうだい。テソン出てる、テソン出てる、これ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 。映ってるじゃないですか。いい男でしょう。まあ、テソンいないよな。彼親友なんだ。そうなんですか。ただいま。楽天、美味しいんだよ。ああ、そうなんですか。うん、紙みたいに薄く作るのが名人芸なんだ。あ、おかえり。今ね、しげちゃんにね、あのアントレビデオ見せてたんだ。ああ、かっこよく映ってましたよ。うちの息子だもん、当然でしょ、かっこいいのは。本当にお前は親バカだね。いいじゃない、あんただってテソンがテレビ出るって親戚中に電話してたじゃない。お前その顔どうしたの。お前ちょっぱりに負けて帰ってきたのか。違うよ、先行に殴られただけだよ。うん、じゃあしょうがないな。おい、着替えて飯食え。いらねえ。ヌナ、あれ、どういうこと？あれ見た通りじゃん。鈴木さんの努力の結果でしょう。チョッパリのどこがいいの？どこがって、うん、好きになったら関係ないじゃん、そんなの。そんなのって、そんな簡単に周りが納得するもんなのかな。本当は半分くらい結婚諦めてたんだけどね。
アボチは主には猛反対してたし、いろいろ面倒くさくなって。でもさ、バカみたいじゃん。周りじゃないでしょ、そういうのって。あんたにはまだ分かんないか。おぬる売り発狂ヤグブカ高野連仮面風上室四寿司破る家人みだ無事どるん運をね家人を立ちまん여기에있는야부도르게조선사람의군지를가지고권토를입시다박수練習試合だからって気を抜くんじゃないぞ。お前たちの肩には全国のチョン高生たちの期待がかかってんだからな。よし行ってこい。お前たちのチョン高魂見せてくれよ。よし頑張ってこぜ。魂で野球が勝てるかよ。しっかりできよ。ほら声出してけ。声ほら声出してけ。声レゴワオワボウ。オーウィン何やってんだあいつは。監督肩温まってます。どうしたんだよ。全然騙してねえじゃんか。どっか体でも悪いのか。別に。じゃあ真面目に投げろよ。なんだよお前ら今日の試合は。お前らそれでもチョン高生か。どの面下げて学校帰んだよ。恥ずかしくないのか。やる気がないんなら公式試合なんか出なくていい。やめちまえ。
チョンボ。グローブやるよ。え？テソン、次は勝てるよ。今日はたまたまついてなかっただけじゃん。ヒョンギ、テソン止めろよ。そんな根性なしほっとけよ。俺は今日の悔しさを一生忘れねえ。そう、いつまでもくよくよしないで練習しようぜ。グローブ取ってあるからさ。ヒョンギだって口には出さないけれど待ってると思うぜ。お前もやれよ。元気出るぞ。お前いつもこんなことやってんの？たまにな。また今度な。いらっしゃいませ。
木村ちゃん、チョンコウって知ってる？え、ほら、チョンコウってあるじゃん、朝鮮高校。ええ、そのチョンコウの野球部が高野連に加盟したとかどうとかで、結構テレビとかで話題になってるの知らない？全然知らないっす。あ、そう。まあいいや、それでそのチョンコウと先週翌校が練習試合したんだけど、これがまためちゃくちゃだったんだよね。なんか来週の本大会出るらしいけど、恥ずかしいからやめとけっちゅうの。俺だったら絶対辞退するけどね、キムチの食いすぎで腹壊しちゃいましたとか言っちゃってさ。いらっしゃい。こんなのいくらもしねえんだから自分で買えよ。大体よ、ちょっぱりなんかと付き合ってるような女がこんなの聞いてんじゃねえ。知るかよバカ。私チョンコウ生って嫌い。仲間意識が強すぎて絶対に外のものを受け付けない。いつも自分たちの狭い世界だけでものを考えてる。いつまでこんなこと言われなくちゃならないのかな。そんなに悪いことなのかな。そんなこと俺に聞かれたってわかんねえよ。
んだてめえ。いったてめえ。Lots of new words are invented by putting together two or three words. 요컨대 두 세 개의 단어를 합쳐지는 것에 의해 다음은 That's how the telephone and television got wires. 양준성, 너 어디 가는 거야? 경석 行くわ。うん。Thank you.
前は間違ってなんかないよ。自分が正しいって思えるなら自信持てよ。うるせえバカ野郎。野球しよっか。え？体力の限界。続けなよ。ペソンは野球やってる姿が一番まともなんだから。テソンのボール打ったらテソンは野球を続ける。いいよ、もう決めたから。手加減抜きだから。よし、行くぞ。さあ、走れ。ただいまより神奈川県予選1回戦、朝鮮高校対横宮高校の試合を始めます。レイ。あ、歓迎。俺がついていかんな。今日ほど自分が朝鮮人って思わされた日はないよ。やめたいか、朝鮮人。バカ野郎、俺は生まれ変わっても朝鮮人でいいよ。そうだよな、なっちまってもしょうがねえからな。
ライボー。